皆様こんばんは。本日は2020年5月9日土曜日、熊本よりお送りいたしております。ご清聴いただきどうもありがとうございます。今日はですね、ちょっともうさすがに私 もう自粛疲れじゃないんですけど、疲れてしまったのでブログはちょっと手を抜かせていただきました。あのマスクのつけ方ということで、ブログを書いてですね、でそれ自体はまあ私からすれば常識なんですけど、そういえば宮田さんなんか先ほど書かれていただきました、書いていただきました、ひだを下にしろということだけですね。でゴム紐とかね、そういうことを気にすんなと、ひだを下にしろと。で結構間違ってる方多いんでですね、まあ当初はですね、当初というかこういうことになる前は上下さえ逆にしてた人いたんですけど、まあそれはちょっとあんまりだからですね、上下はちゃんとして、あこれ珍しいマスクって言ったやつが私の手元にあるじゃないですか、これどっちを上にしたらいいか分かんないマスク、手元にありましたね、これプリーツ型マスク失礼しました。マスクはちゃんとしっかりはめてください。で、まあちょっとね、先ほど話したんですけど、はいこんばんは、この私のこういう貧弱なところでですね、一応聞こうと思ったら世界中の人が聞けるっていうのはやっぱすごい技術の進歩だなと思うんですね。うちのところなんか、光ファイバーの機械は通じてますけど、それ、どこにでもあるパソコンとマイク使ってるだけですからね。それで聞こうと思ってさえいただければ世界中の人にこう届くっていうのはやっぱすごい進歩だなと思うんですよね。でコロナがこうなってですね、もし仮に私の生まれた時代、今から50年ぐらい前に同じようなことが起きたらもう手も足も出ないですよね。手も足も出ないんですけど、その分その移動も少ないからですね、それほどこの病気自体は広まってないし、でも PCR 自体もないからですね、診断すらできないという状況に陥ってたと思うんですよ。ただ、今ね、全く検査をしようとしてないから、50年前のことと同じことしてかしてなくてですね、その間に遺伝子治療がものすごく進歩してですね、で世界各国先進国はあちこち PCR 検査をどんどんやって隔離してるわけですよね。で日本だけがそれに背を向けて、検査しないでいいって言ってると。で昨日も話しましたけど、なんで検査しなくていいって言ってるのかなと。私が一番不思議だったのは、実際に病気を見てる医師も、で見ていない医師も両方とも大半は検査するなって言ってるわけですよ。でなんでその見てない医師はね、検査するしたら自分がかかるからっていうのは分かるんですけど、なんで見てる医師が言うのかなと思って、ただですね、やっぱり結局自分が可愛いんですね、人間みんなね。で見てる医師は要は自分が忙しくなりたくないから、忙しくなりたくないから見たくないって主張してるんだなということに、昨日ようやく文章を書いてる途中に気づいてですね、あそうなんだと。だそういう目で見るとですね、皆さんも多分いろいろよく分かってくると思うんですよね。あこの人はもし検査を増やして忙しくなるとどういう立場にいる人かと。でそれさえ見ればね、全部分かると思うんですよね。で昨日紹介したヤフーニュースに出た人はアフリカと紹介してるわけですよ。アフリカはどうですかっていう話をしてるけど、誰もね、日本人の誰もアフリカを参考にしろとは一人も言ったことは見てないわけですけど、私はどこを参考にしてほしいって言ったら、韓国であり中国であり、あるいはアメリカもどんどんやってるし、フランスもイタリアもどんどん検査してるわけですよ。その欧米各国の先進国と比べて日本はどうかっていう話をしてるときに、わざわざアフリカ、ちょっとね、私もね、なんでアフリカなんだろうとちらっと思ったんですけど、アフリカを出してる時点で、彼ね、一人の実際に見てる方なんでしょうけどの本音が見えたなと。
まあそれもコメントに言われて初めて気づいたんですけど、要はフランスとかね、イタリアとか韓国とか中国を出すと自分の主張がおかしくなると、だからアフリカなんかを出してたということなんですね。だやっぱり、熊本もですね、あの地域医療センターっていうところが最初にっていうか、あの陽性の人が出てですね、で70代の男性の医師があの黙って、まあ、受診したという話なんですけど、まあ、黙って受診するも何もね、まあ、あの中国とかなら要は赤外線のカメラがあって彼は何度あるかっていうのをパッと見るわけです。で私もちょっとそれを買おうと思ってですね、一番安いのを、ちょっと中国から輸入しようと思って、はいこんばんは、そうそう上見てクラスな、まあ、買おうと思って注文したんですけど、どうもねその後ね日本と中国の貿易がどうもほとんどストップしてるみたいで、今はね頼んだけど来ないんですよね。でそういうそのまあいろいろ空港とかで見たと思いますけど、誰が何度あるかっていうのをこうモニターで見てね、高いと弾くっていうのをあの色でさ、橙色とかあの水色とかにしてね、そういうことでねやっぱ見ていかないとやっぱ弾けないんですよね。でうちもそれがないから今看護師さんにこう非接触で、まあ、非接触のね温度計を私が買ったのは2年ぐらい前なんですけど、まあ、それで今手元にあるわけですけどね。だからそういうやつで調べていかないといけないの、それをやってないんで、70代の男性の、まあ、キャバクラで移ったという話なんですけど、でそれも熊本市に住んでて、わざわざ人吉、まあ人吉と言っても皆さんご存じないんですけど、まあそうね、東京で言うとですね、例えば、そうね、世田谷に住んでる人が、武蔵関とかね、そちらの方に行く、武蔵関という、所沢に行くような感じですよ。ね、あの、世田谷の京、小田急線沿線に住んでる人が、東武沿線の所沢に行くぐらいの距離のところをね、ただ向こうはあのこちらは鉄道はそんなに発達してないから池袋から、所沢まではタクシーで行くみたいなところに住んでる方、70代の方なんですけどね、多分だから自宅が東区にあって、それで東区から人吉まで働いてたと思う。でその方が地域医療センターに行って結局感染を起こして地域医療センターが2週間ストップしたんですよね。で、まあ、地域医療センターって熊本市医師会の病院なんですけど、その方が亡くなられて、あと同時にですね、昨日その地域医療センターでさらに2回目の患者が来てたと。で2週間前に起きたんですけど、その時に一応全部 PCR 検査して陰性ですよっていうのに今回出ちゃったもんだからですね、私も地域医療センターの経営の一人なんですけど、ちょっと厳しいなみたいな感じになってると思うんですよね。定期交換部品も足りなくなっているようです。何ですかね、定期。人吉、にゃんこ先生の聖地。誰ですか、にゃんこ先生。定期交換部品。なんだかね、定期。徳田先生が先生のブログをフォローする。どうですか。私の悩みで先生のことするんだけど、フォローすると言っていい。まあ、誰かフォローする、私はねフォロー、その大物がフォローしようがしまいが実はあんまり気にしてないからですね。あのちょっとですね前にあの私と、まあ、私を自分に最初に出したのはちょっと失敗だったと今思うんですけど、コロラド先生とあと早野龍吾と、岩田ね、今神戸のそれのフォロワー数の推移をちょっとグラフにしたやつを出したんですけど、だからねやっぱ後者2つね、早野と岩田のフォローの推移がねもう明らかに不自然なんだよね。だから多分そのネット関係のいろいろことをいろいろ自民党がやってるんで、フォローを増やす、10万ぐらいフォローを増やすっていうのは多分彼らにとって非常に簡単だと思うんですよね。で早野龍吾のあのツイッターのフォロワー見ると3月14日まあ、2011年ね、ビャーンと10万以上増えて、その後ずっと減る一方なんですよね。中国から輸入、ハンドキャリー、誰かかつてあります。所沢西武線、そうそう、西武線。
誰かつてありませんか。もうだってハンドキャリー無理ですよ今。だって人が行けない、人は行けないんですから。まあ物なら行けるぐらいの話ですからね。でバングットっていうのがあるんですけど、今ねもうチャイナからジャパンはねもう送れないことになって断られちゃうもんな。潮流の赤外線温度計、ちょっとねそれは無理でしょうね。温度の範囲が違うもんね。だからこれをねやっぱ、まあ、うちのようなクリニックはどうでもいい、どうでもいいって言ったらあれなんですけど、病院はね用意しとかないといけないと思うんですよね。あ、このピットする非接触はねないわけじゃないんですよ。でも非接触のこのタイプはかなり距離を近づけないといけないし、いちいち押さないといけないからモニターで見ないとダメなんですよね。で中国見たらですね、 Google グラスじゃないけどなんかあのヘルメットに出てそれで分かるようなやつだったですよね。日本のツイッター社に電通の子会社、うん、いいんです子会社でもね、利用させていただければいいわけです。あんまり不用意なこと言うとですね、あのピラニアのごとく群がってくるやつがいるので、ちょっと私もね注意しないといけないと思ったんですよね。でそのピラ、あの私のツイッターアカウントをね潰そうという人間が出てきて、できるだけ多分あの誰が言ってもおかしいようなことをね探そうとしてると思うんですけど、あんまりそんな発言しないんだけど、あの一回だけですね、安倍がなんかをしたときに、これはやっぱり安倍にね子供がいないせいじゃないかみたいな発言をしたらね、かなりどうも叩かれたみたいで、ツイッター社からわざわざね、あの定款に上官に 反するんじゃないかというコメント多かったですけど、大丈夫ですみたいなやつが一回だけねメールで来たことあるんですよね。徳田先生、小野先生とほぼ同じ考えの安心していました。まあいいんですよ、だからね、あのサブアカも復活しなければ、私もあのツイート間で噛みつかれましたでしょ。でもやっぱりね、子供がいるとなかなかできないね。まあ、自分ならいいやと、まあね、妻ならいいやとか思ったりしますけど、でも子供はやっぱかわいそうかなと思うのが親だと思うんですよね。だからそこがないからね、もうむちゃくちゃやっちゃうんだよね。でそれがおかしいんじゃないかって言ったらツイッターでやられたんで、まあ皆さんもですね、でんでん種なし追加するひどいなそれ。この間、そういえばこの間っていうかついこの間のアマゾンプライムですね、皆さん入ってる方もまあそこそこおられると思いますけど、ぜひね、まあ、今なかなか手に入りないかもしれないけど、ファイヤースティック5000円ぐらいなんですけど、あれおすすめしますね。ファイヤースティックというのはどういうものかっていうと、あの HDMI の端子がついてて、それをあの今のテレビは大体ついてますのでね、その端子がそれ使うとですね、なんと自分のテレビが DVD の映画劇場になるんですよね。未来を考えますよね、子供がいれば。いないと考えないというわけではない。そうそうそうなんですよね。自分以外の弱いものをどうと考える習慣は政治にも影響する。そうなんですよ。その通りです。で、Fire TV を持ってると、その Amazon アカウントがあるとですね、結構無料でね、すごくテレビが見れるんですよ。で、その中に、あの私の妻が死んだふりをしますみたいなやつがあって、まあ、家族で夕食時に5回ぐらいに分けてみたんですけど。でそういうのがね、そのただで見れて、しかもその途中で止めたやつが次は途中から再開したところから見れるところですね。ここはもうものすごくねすごいわけですよね。でちょっと前ならあのツタヤに借りに行ってたんですけど、まあ今ツタヤ、まあ、みんな同じこと考えると思うんで、 DVD のねあのレンタルのとこものすごい人混んでるんですよね。でお金もかかるし、まあ、いくら安くてもいいね、1つ100円ぐらいかかるわけじゃないですか。それがアマゾンプライムっていくらでしたっけ。確か年間4000円ぐらいだったと思うんですけど、アマゾンばっか、そうファイヤースティックテレビ見せそうか、それはゲライすごいですね。そこに猫さんはあ、テレビに接続して、それはもうなんか
出張慣れしてるというか、そういう発想は私にゼロでしたね。結構変転してます。あ、してるんですけど、うちのところでもね、昨日連休明けからレンタル始まりましたね。それまでしばらくやってました。ホテルのテレビにつける、それは裏技ですね。私そこまで考えなかったな。っていうか、私アマゾンプライムケチってて参加してないんですけど、うちの妻のアカウントを使ってみてます。アマプラはアプリでベッドでも見たりします。まあでベッドだよね。ベッドは見ない方がいいんじゃないかと。もう見出したら終わらないんじゃないですか。でもアマプラね、うちの娘にですね、タスキルとか言われて、だってこういうこと起きてちゃうのは普通タスキルしするじゃんみたいな感じで、タスキル？タスキルってなんやねん。でもタスクキルでしょうね、多分ね。バックグラウンドやってるやつを切るということだと思いますけど、途中から見られるっていうのがいいですよ。ファイアスティックはね、やっぱこういう巣ごもりの時には非常にね有用だと思うんですよね。無料でどこまで見られるかは知りませんけど、かなり、だって Wi-Fi さえ飛んでればですよ。Wi-Fi なければちょっと仕方ないですけど。本来子供がいなくても真っ当な判断する想像力が一番。まあ、だからそういう想像力がなくて、ないからいろんな人から非常にね、重用されてるんだと思うんですよね、彼はね。悪い人間じゃないと思うんですよ、私ね。なんかものすごく腹黒くて、やってるわけじゃなくて、何も分からずにやってるから一番始末悪いんですよ。ホテルのテレビで HDMI、 いやそれもちろんそうですけど、その旅行の友ってそんなに旅行してないしみたいな感じですよ、私ね。この前ね、私一番最近で飛行機に乗ったって言ったら、2年前の東大の同窓会の時だけですね。でそれより前って言ったらもう 4,5 年の、もうさらに 4,5 年以上、10年近く遡らないと飛行機乗ってないと思うんですよね。で2年前に東大の同窓会、25周年かな、30周年か、30周年の同窓会に行って、なんかねたまたま行こうと思って行ったんですよね。で確か同窓会自体が土曜日の午後4時ぐらいから始まって、そっから行こうと思ったんで、無理して土曜日自体をその学会のためとか言って、もう私今まで十何年してましたけど、学会のためと称して休んだの初めてなんですけど、それで行ったんですよね。でまあいろいろ話ができたんですけど、30年ぶりにね。で、当時というか30年ぶりに、あとまあ2年ぐらい前にいろんな人の話を聞いて思ったのは、もう大半の人が就職した会社に残ってないんですよ。で最初のうちは、まあ、私あいうえおのおだからですね、初めのうち、いや違う、大園研か、大園研っていうところなので、研究室ごとに発表していったんだけどですね、今何をしてるか。で最初のうちはそうでもなかったんだけど、だんだんもう中盤過ぎると、大半の人が就職したとこに、その新卒でね、東大卒業して就職したところに勤めてないんですよ。いろんなことがあって、まあ、当時、まあ、バブルの絶頂期なので、当時いいと言った会社にどこにでも行けたような状況なんでですね、就職活動全く苦労してないんですけど、我々の世代は。それでもね、やっぱ残ってないんですよ。でだんだん後半の方になると、挨拶する人が何て言い出したかというと、ちょっと恥ずかしいんですけど、私は最初に勤めたとこにいますとか言ってたんですよね。賢い人が多いというのは景気の関係でね。で私がいるまではなんとかこの会社持ちそうだと思いますとかね、なんかそんな話ばっかりで、あんまり今頑張ってますっていう人は、そうね、女の子なんで、桜蔭の出身で女の子で、最初ね、富士銀行だかどっかに入って、私の同級生と結婚して離婚した人が、みずほ証券かなんかに移って、
まあ、そういうその精密機械工学科だったんで、機械系の分析をしてる人がですね、今度あのサハラ砂漠に旅行に行こうと思ってますみたいな話をしてたぐらいがね、印象に残ってくる。転職キャリアアップというかね、もうね仕方なしに出てるんですよね。キャリアアップじゃないんですよ。入れたら痛いっていう感じでね、ちょっとそれはキャリアアップじゃないんですよね。キャリアアップなら数人でもね、でも大半がいなくなってる。で結局私、まあ昔からわざわざというか、東京電力に絶対就職、あの不景気でも強いと思って入った。結局辞めた時も散々言われたけれども、原発事故が起きて辞めてよかったねとか今いろいろ言われたわけですよ。でどこに就職すれば正解だったかなと、もうずっと私この大学卒業して以来 の質問事項っていうかね、だったわけですよ。でずっと考えて、どこに就職すればよかったかってずっと考えてたんですよね、これまでね、今までその時まで。でそれで結局その話を、みんなの話を聞いて分かったのは、就職に正解はないということなんですね。自分の好きなとこに行って実力つけんとダメだっていうことだけ分かりましたね。だからまあ、もし皆さんの中で学生の方はもう多分おられないと思うんですけど、もしあのお子さんがおられてね、就職する人がいたらですね、もう組織にしがみつくなと、自分の実力つけろということをね、私が言ってたと言ってください、ぜひですね。もうそうだと思う。ファイアースティック 4K の方持っています。ファイアースティック上アプリ、ネットフリックス、フルールとか便利ですねと。 4K と 4K いらないじゃない、別にね。富士銀行、そう富士銀行ね、官僚だと甘く、そうそう、いや上級職だと甘くなるんですけど、ついこの間ね、そういうのがあった後に通産省の結構上の方に行ってたやつが、もう甘下りっていうかどうか知らないけど、就職してたもんね、民間企業。手紙は覚えているというのを見ましたが、アマゾンのオリジナルとなかなかでしたと。裏の裏を最後の最後まで見せられました。ああ、よかったですね。身体が資本、家計簿が大事。まあだからね、就職で勝利したと思うなということですね。ほら、あの、何ですか、電通に就職して自殺した方おられたでしょ。あれもやっぱ間違いなんだよね。就職はゴールじゃなくてスタートラインですからね。そっからだもんね。そこはやっぱりね、やっぱ分かんないんだよね。子供が6年生、薬学部。薬学部もいろんな就職先あると思うんですけど、まず合格しないとね、話にならないんですけど、でもね、薬学部の、ね、合格率ってものすごく低いんですよ、国家試験のね。6割ぐらいしかないと思うんですよね。で、かたやね、医師の国家試験は9割くらいあるんですよ。で、看護師はね、100% 近くあるわけですよね。で、それが何を意味してるかっていうことは、結局、まあ、医者もそこそこいると、看護師は絶対いると。だけど、薬剤師はあんまりいらんっていうことなんですよ、正直なところ。だからね、薬学はやっぱね、資格がもらいにくい。要は6割落ちるってね、資格し、その薬剤師になるには薬学部を通らないといけないのに、それなのに6割しか通さないっていうことは、もうかなり国が余ってるという認識なんですよね。まあ実際そうだと思うんですけど、やっぱりね、あの看護師というのはやっぱり 3K のね、職業のうちに1人ですけど、だけどやっぱり実際にやってるのは看護師だからですね、何でもね、医師の指示にしたら。やっぱこれからも絶対必要なんで、あの大事にせないかんなと思うんですよ ね。霞ヶ関、上級職と上のポストがない、そうそう、ピラミッドだからですね、外に出るしかないんですよ。こんばんは、明日ようやくファイアスティック、ああおめでとうございます。ちょっとね、設定してもらってればいいですけど、設定してないとかなり大変ですからね、ご注意。でもあのファイアスティック の何リモコン、テレビのリモコンも、テレビの電源も切れるんだよね。でも設定した記憶ないんだけど、あれどういう仕組みになってんのかなと思うんですけどね。就職が先が一つよりダブルルーツの人の方が、何でもあれですよ。でもね、何が正解かは分かんないです。あの一つ例を挙げると、宮迫で言いましたね、あの
雨上がり決死隊の彼さ、あんなことになって干されて仕方なしに YouTube に行って、 YouTube でまあボロクソに言われて、でもテレビに戻りたいとか言ってたじゃないですか。でもまあ多分全然私一回も見たことないんですけど、 YouTube でそこそこね、あのアカウントあると思うんですよ。で今こういう時代になってると、あの本当にタレントの人がもう収録ほとんどなくなって、仕事ほとんどなくなってるでしょ。で YouTuber っていうのは、まあ、自分とあと何人かの取り巻きでやるだけだから、そういうのがないんだよね。だから本当にね、あの人生最後細胞がまあね体現してるなと思うんですよね。だから一時期ね、あの冷や飯食ってもね、それが悪いとは限らんということだと思うんですよね。薬学部法科大学院みたいに合格できるわけで、いやそうですよ、好きなことってやりがい、うん、でもお金も欲しいもんな、やっぱな。薬学部は増やしたけど合格者を増やさなかった、ずっと昔から、ああ合格者の数だっていらないもんね。もう今ほとんどあのヒートになってるじゃないですか。でしかもね、今後ね何が起きるかって言ったら、あのコロナで、リモートになってるわけですよ。で医師もだん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 淘汰されるのはもちろんなんですけど、一番淘汰されるのは私ね、あの門前薬局だと思うんですよね。でなんでかって言ったら、だん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 電子化すると、その紙持ってな持っていかなくてよくなるはずなんですよ。で紙持っていかなくてよくなって、待たなくて、ちょっとその明日からないと困るっていう、あの薬は別ですけど、定期薬とかはもうね、でもアスクルっていう会社ありますけど、注文したら明日来るわけですよ。だからアマゾンに関して、アマゾンみたいな、まあアメリカそうなってるらしいんですけど、よく知りませんけどね。だ処方箋を送れば、まあ多分電子的に送れるようになるんでしょう。メールとかで送れば、あるいはあのなんかフォーマットで、ウェブフォーマットで送ればね、もう翌日には薬が来るようなことになったら、門前薬局の意味がない、必要ないわけですよね。で門前薬局が、まあ皆さんみんな経験あると思いますけど、いろいろ散々医療機関でいろいろ行ってさ、説明して薬出してもらった後に、薬局、まあこの話も何度もするんですけど、薬局に行って今日は何で来ましたかみたいなことを言われてね、すごいムカッとくるわけですよね。だからおかしいと思う。だからもうそれはアマゾンに変わると思うんですね。ピラミッド社会壊さないと次の世代にこんなこと残せない。ガラガラポン。ピラミッドっていうかもうバベルの塔だよね。テレビと汎用リモコンって。ただね、その汎用リモコンって普通はテレビのメーカーを入れるんですけど、アマゾン、私のところにあるアマゾンのやつは、私三菱の使ってるんですけど、三菱って教えてないのに切れるんだよね、ちゃんとね。あれどうなってんだろうと思う。どこも設定するとこな、門前薬局ってクリニック待合室で狭くて3密が怖い、狭いし、こうしかもさ、なんか薬3つぐらい出すのにもえらい時間かかりませんかね。えなんかいちいち病名聞かれてさ、なんで来ましたか、副作用はありませんかとかさ、もうそれ全部話したわみたいな感じでね。でそのくせ私のようなとこに来る、あの薬なんかお薬手帳持ってくると門前薬局でうちで出してるのと同じような薬が出てるみたいなね、意味ないじゃんみたいな感じですよね、うん、在米ですが処方箋なしで受診後直接薬局に取り向かす。ああそれはまあ電子的に言ってるんですけど、薬局アマゾンないんですかね、どうなんですか、私が聞いたのはアマゾンですけど。でなんで薬局と諸外国ね、特にヨーロッパだと思うんですけど、薬局と医療機関が分かれてるか。日本はね、もともと医療機関の中で薬渡してたんですよ。でそれはヨーロッパと同じに医薬分業にしろと、薬で儲けすぎるのはけしからんみたいな話になって、医薬分業に進めてるんですけど、お金もつけてね。なんでヨーロッパがそうなってるかっていうと、要はね、医者が信用されてないんですよ。だから医者が毒薬出すかもしれんと、だから医者は処方箋だけ出して薬は薬局って、そういう意味の医薬分業だと思う。でもそういう人は日本じゃあんまりいないと思うんですよね。具合悪いのに薬局でまた同じ説明、そうそう、ふざけんなと思いませんか。私そうだよ、薬局からできてますって電話向きます、なんで別れてんだみたいな話ですよね。でしかもね、日本のひどいところは薬局と別れてるより、あの一緒になってる方がね、点数低いんですよ。点数低いっていうか収入はね。
だから院内処方でやってるのと院外で処方してるね、だから薬局でもらうのを比べると院外で出した方が儲かるんだよね。他の来客がいるところで7の薬でとか説明されるの苦手です。ああそうだよね、そりゃそうでしょうね。ねえ黙ってきてんのにさ、わざわざ説明するんだって。まあ誰も気にしてませんけど、なんで院外薬局なんて病院で出してもらった方が楽。そうなんですよ。しかも薬局だと、うん、相談料取られる。それはね、やっぱあの薬剤師利権っていうか、なんかね、医者と薬剤師と歯科でね、なんか保険点数のね分取り割合が決まってるわけ。1対 0.6 対 0.4 か忘れ、まあ全然数字忘れましたけど、とにかく医者を1とすると薬局には 0.6 いくって決まってるんで、そこなんだよな、問題ね。体調悪すぎて薬局に当日行けずに終わることあります。もう一件、いやそうでしょうね。近くにもう隣にあるっていうか、その薬も一緒に、まあ、うちは院内薬局なんですけど、院内薬局はねいいことしかないんですよ、患者さんにとってはね。あのいちいちもう一回説明する必要はないし、薬もそこでもらえるし、雨が降ろうが何が降ろうがそこでもらえるわけですから。だけどやってる方にすると在庫管理は必要だし、点数は低いしで、いいこと何一つないんだよね。だいたい値段が一緒ならさ、どっちか選びたいと思うんですけど、もう院内薬局の方がはるかに安いですからね。だって院外薬局ってあの建物作って薬剤師雇って、あのまあ皆さんご存知だと思うんですけど、それなりに建物作ってるでしょ。それだけを作る金が出るんですよ。でもね、院内調剤のとこは何のそんなお金どころか、もう持ち出しみたいな感じですからね。あ、おかしいと思うんだよね。病院でもらうより早い。いやまあ病院はそうだけど、クリニックは私のところは来てから、あの受付してから薬もらうまで10分思い出してますね。 HDMI の接続そのものでテレビ分かるんですかね、 HDMI で通信して。いやそんな能力ないと思うな。薬儲かりませんね今はね。 97、8% の仕入れですよ。昔はね5割とかの仕入れがあった。もう 97、8% の仕入れで売って 100% で売って、しかも四捨五入、1円以下10円単位で四捨五入だからね、もう全然もう出せば出すほど赤字です、これはね。うちもシャープのテレビにつなげてた時、ファイアスティックリモコンで勝手にシャープ、そうでしょ、オンリオンと電源操作できるよね。だから俺どうやってんだろうと思って、ね、院外でも結局経営は同じ、経営はね同じにできないようになってますね。今はどうか知らない、知らないけど別会社ですよ。だから出せ、ちゅうかさ、出しても出さなくても院外処方の場合って一件いくらだから関係ないんですよね。ジェネリック薬品使うと国から補助金じゃなくて、点数がちょっとね10円か20円もらうぐらいですね。もうほとんど変わらないけど、まあそのね一人10円20円がでかいんですよ、開業医が。薬局チェーン店の支援だから、あの大々的にやればやるほど儲かるようになってる、ね、院内薬局はあとありがたい。特に年配、そう、特に年配と、あとお母さんたちね、小児の薬ね、その2つはやっぱりね、あの院内の方がはるかにいいと思う。特に雨が降ってるとか気候の厳しい時ですね。院内処方の方で利用する側にとっては助かると。お会計も二度手間、そう二度手間っていうかね、多分同じ薬もらうとこんなに違うのっていうぐらい全然違うと思うんですよね。院内のところないですよ。どこでしょう、少ないと思いますね。でもうちは院内ですとかってあの書いてもないですね、うちはね。リモコン HDMI CEC 機構に準拠しているとリンク信号統一された共通し、あそうなんだ、はい、よく知ってんな。 HDMI から出せるわけ。室井ゆずき、えマジ、あんなあの、あんな援助交際してた人と、
ちょっとそれ室井さんまずいんじゃないの、これは。あんまり米山さんっていいイメージないけど、私だけなのかしら。これはびっくりだね。20時59分。はあ、そう、まあいいけどさ。基本具合が悪いんだからあちこち出せない。そうそう。びっくりですね、これね。室井さんまずいんじゃないのそれ。女性受けはしないよね。なんかでも彼なだかなんかでハーバード出てなく出てたみたいな。いや彼はイメージ悪いな。室井さんってもっと別の人独身の方が良かったね。ツイッターか。いやツイッター時々ね。フォローしてたけど、やっぱりとんでもないことしか言わないから、ね、寂しかったんだろうね。これはびっくりしますね、やっぱ。っていうかさ、やっぱパパ活してた人でしょ。いやパパ活するのも悪いとは言わないけど、お金があってやる分には。病でここそうなの女性ってそうなのみたいな感じ。前の患者知らんな。鈴木杏樹誰か出てたよね。なんか文春が別に誰に好きになろうっていいけどさ、人が好きになったならいいけどね。まあそうだね、文句言ってる。灘中高、あ高橋源一郎、あそう好きなんだろうね、やっぱそういうのがね。ああ選挙に出たいんだろうね、そういうことでしょうね。国会議員になりたいんだろうね。若い女切られるってね、恐怖心がない。まあね、いろいろ分かった人を落としたんだから大したもんなんでしょう。めげなかったんだろうね。女にお気をつけ。そうなんだ。いや羨ましいとか何も思わないですけど、なんか室井さんそっちみたいな感じ。もう江川翔子と結婚したぐらいの話の感じだよね。まあね、子供も別にできないでしょうからね。いいとは思うけど、室井さんがあんなにみたいな感じだよね。そうなんだ、そんなに見る目なかったんだって思いますね、やっぱね。まあ室井さん息子は外国人の人との子だ、だからストライクとは広い菊池桃子レベル、はあ、菊池桃子はね、私あのファンなんですよ、菊池桃子のね。CD もいっぱい持ってる、いっぱい持ってるって3、4枚持ってるんですけど。で彼女は昔あの津村のね宣伝のに出てたことがあって、ですごくねあのいい写真だったので、津村の人に言って、今でも私の窓口の入り口に菊池桃子があの宣伝してる写真があって、それは多分ねあのなんか 防御のビニールの時に写ってると思うんですけどね。ラムーは6なんだっけ、
でも菊池桃子なんかポヤーンとしてて あんまり頭悪いのかなと思ったらね、その後えらいしっかりしてるんですよね。もう大したもんだなとは思うんですよね。なんだっけ、なんかちょっとね、菊池桃子の CD が何かあったと思うんですけど、今見ると薬師丸しかないね。桃子さんの今日のブログ、アイルドの、ああそうですか、見てみますか。朝ドラ見てますか。見てません。教鞭とってだいぶ衝撃で、あのいやだからね、室井さん結構いろいろひどいこと、ひどいというか、まあそこまで言わなくていいじゃんということ言ってたけど、その米山さん選ぶのみたいな、そういう意味のショックですよね。施設研究室、大学院出てました。そうそう、確か教授になってるなんですよね。あ、違った、高橋さんだ、ウィキで調べた。あら、あ、ないね。すいません、ちょっとね、あの菊池桃子の CD がないか探してましたけど、薬師丸ひろ子しか見当たりません。室井さん、ホステも痩せてた。人を見る目がありそう。ねえ、人見る目あるそうな気がするんですけどね。息子さん、賢いみたいで、中学から全寮制の大学。あー、賢いっていうか、中学から全寮制っていうのは お互い合わなかったっていうことだと思うんですよね。楽しそうなカップル、そうですか。なんか私1年の間に離婚しそうな気がしますからねもう余計なお世話だけど絶対離婚すると思うな。絶対愛想もないですもんね。あの大和田漠とさ、岡井久美子、まあ岡井久美子はね、どんな人と結婚してもうまくやるとは思うんですけど、でもヤクシマルヒロコのね、実は去年コンサート行ったんですよね、私ね。もうあんな人を集めるのは無理だもんね。最初で最後だな、あれ。若い女の子と付き合ったことあるおじさん、ノリがいいので楽しいかもしれない。そうなの。私も2年ぐらいだと思う。そうでしょ。いや、私2年ぐらい、2年もでは大したもんだと思うね。むしろ米山さんが若い女性、そういうことだと思いますね。諦めたんだと思うんです。やっぱデイズジャパンの人いたでしょ。あの人がセクハラだって言って訴えられてて、でいろんな人がいろんな証言してたんですけど、結局ね、なんか結構若い人ばっかり手出してんだよね、あの人ね。でセクハラで訴えられてる。で俺の言うこと聞かなきゃお前もう終わりだぞみたいなことでね、女性を虐げられてるような感じだから、あんまり信用してないね、米山さん。薬師丸ひろ子好きです名曲多い、うん、そうそう、わざわざ結婚する、そう、入籍しないとかいう結婚しかもしれません。しないと思うね。やっぱお互いの子供がいるしさ、財産のこととか結構大変だよね、結婚するとね。本当に好きなら結婚しない気がするね、私はね。いつでも別れる状況で一緒に住んでるみたいな感じ。あ、デイズジャパニー、私もそのぐらい。結構ね、原発に関しては結構いい記事書いてたんですけど、なんか編集長を辞めるっていう話になって、公募するあたりからおかしくなってね、私辞めたんだね。コロナで会えならいっそ結婚いやコロナ関係ないやろそんなのね。
西原理恵子の、ああ西原理恵子私嫌いなんだよね。うちのが好きでさ、本トイレに置いてあるんで見るんですけど、なんかねわざとらしくてすごい嫌いなんだよね。あんなに2人して出るっていうのはおかしいよね。あのあれと一緒で、あの ZOZO の社長とね、コロナ結婚の先駆け、あもう文句、自粛って言われないように結婚しちゃうっていうことですよ。人集める美人メスのモデルダメだったら本物オンラインで地道にやるしかない。音楽だったらクラシックとかじゃっちゃう。喧嘩パヤ村井さんをいかになだめられるかが見どころ。絶対無理じゃねえ、2人とももうすぐカッとなるじゃないですか。もう私も無理ですけど、結婚は母子を守る制度だと思う。いい記事多かったです。あの騒動で断捨しました。なんだっけ、菊池さん、え誰、西原さん、あそうなんですか。あの騒動って何のさ、今更結婚する意味がない。そう、50だからね、子供できない。いやできないって言ったら50の女性に対して失礼かもしれないけど、まず普通できない、震災の時にはすぐに現地入りしてリポートしてたの。誰のこっちゃら、誰のこと、室井さん、そうなの。結婚しない道もある。でもやっぱり人による。する人は年取っても結婚します。するね。まあ、結婚しないと結局いろいろ財産の問題とかね、老後の吊り橋こう、デイズジャパンの雑誌です、断捨離。ああ、いやいい記事多かったですよね。私もね結局スキャンして、まだね今度にあのクリニックの待合室に 4,5 年前のやつ売ってる、置いてるんですけど、未だに見る人いるもんね。だからそのまましてますけど、ちょっと古いけど、いい記事多かったと思います。原発事故に関してはね、そんなに、まあそれはそれとしていい記事あったと思って、今でも残してるね。吊り橋効果分からん。婚姻することによる何かメリットがお互いにあるんでしょうね。あるんでしょうね。広川さん残念でしたが、チェルノブイリの功績、まあチェルノブイリと福島の功績はね、やっぱ大したもんだと思うんですよね。で特に私もチェルノブイリはほとんどあのちょうど就職した前後の話なのであんまり見てないんですけど、福島の時はねあの熊本にいましたので、ね、だからあの JVJA かなんかのその原発事故直後に見に行ったりとかね、ああいう取材活動自体はね大したもんだと思うんですよね。写真集みたいデイズ、うん、そうですよね。で一回ねあの更新を忘れてた時があって、1万円ぐらいだったと思うんですけど、ね、わざわざ電話かけてきましたもんね。まああれもノルマあったんでしょうけど、でもいい雑誌だったと思うんですよ私、ね、震災がすぐに現地入り、 YouTube にありますね。私もあのブログで紹介させて、 JVJA で私のブログで出れば出てくる。デイズジャパン一時期読んでました。読ませる記事多かったの。もうね読ませる記事ばっかりでね、私あまり見てないんですよ逆に米山さん変わった人みたいな感じですが、一応原発止めていたいんです。では室井さん原発推進の人はさすがに、そうね、チェルノブイリは子供たちの保養もやってました、うん、やってた。福島でもやってたと思うんだよね、沖縄かどっかでね。室井さんもカーッとなるしさ、米山さんもカーッとなる方だから、あ絶対うまくいかないと思うんだよね。10年続いたらもう奇跡もいいとこですよと思います。デイズジャパンと週刊金曜日にも2年ほどかかってます。もう両方ともやめられる、デイズジャパンなくなったけど、週刊でもやっぱなんか連載ずっと買っててやめようと思った時って、まあ私いくつか定期的に購読してて、もういいかと思ってやめたのいくつかあるんですけど、やっぱ廃刊になる 2,3 年前にだいたいみんな
なんかおかしいと思いますよね。福島の時は第三国に住んでいて、翌日土曜日に BCC ラジオでメールタウンって言ってて、すぐに、まあそうね、私福島の時もこのコロナの時もですね、両方とも一応専門家の端くれではあるんですね。どっちも嫌なんですけど、もう福島の時はね、1ヶ月経てば、1、2ヶ月経つともそんなに変わんないわけですよね。まあその頃からツイッターやったんですけど、だけど今回はね、1、2ヶ月経ってまだ先がどうなるか全然見えないっていうのはね、よくわかんないよね。そのカットなる性格の延長線、カット愛が燃え上がっちゃった。ああそうでしょうね。ベクトルが一緒になってる時はすごいんだと思う。その反対になったらもうすぐ離婚する。それなりの理由が出てきますね。定期と購読やめるでしょ。そうですよね。まあやっぱり人間続けるの難しいということだと思うんですよ。まあ私も毎日今やってますけど、何度も疲れてきて、ちょやっぱ1時間やりすぎだと思うんですよ、個人的に。まあ皆さんもそうでしょうけど、まあいい加減やめろと思ってると思うんですけど、やっぱ30分にせんといかんなと思うんですよね。ただまあこういうツイッターとかこういうことをやってるおかげで、まあ今の私があるというか、いろんな情報が入ってくるからですね。例えば PSS のあの PCR 検査とかさ、ああいうのやってないと黙ってネットだけ見てたって絶対入ってこない話だからですね。やっぱりその今まで、まあ皆さんそうなんです、まあ、あの医者自体がそうなんですけど、いろんな専門家と直接話せるというかですね、その自分の暮らしてるところでお互い専門家なわけでしょう。だからそういう意味でね、こう面白くてやってるんですよね。半年持てばいい方です。感情的な蓋、いい時はいいけど喧嘩になって止まらんね。絶対海外ではストレートですよ、福島のこと。そう、一度追加した、まあ中断された理由はね、いろいろあるんです。原発事故の時から先生のツイッターを知りました。あ、そうです。米山さん初婚。あ、そうなんだ、初婚なんだ。子供欲しくないのかね。まあ欲しくないか。でもね、原発事故の時にいかに日本がひどいことをやってるか海外に知らせてね、日本のその政治を変えようとかっていう運動をね、ちらほら見ましたけど、まあ皆さん今見てどうです？韓国、中国、ね、イタリア、フランス、アメリカ、まあどこもドイツね、どこもイギリス、検査をしっかりして隔離しようとしているのに、日本は相変わらず検査しなくていいって主張してるじゃないですか。ね、海外からね、圧力をかけて日本国内を変えようというのはいかにトローであるかということをね、示してると思うんですよ。54分がいいかも。テレビの1時間番組、事実ごと、そうですよね。そうそう、米山さんそうです。変わってない。米山さんも、あ、すごい、初婚のようです。すごいですね。じゃあもうそろそろやめましょう。新潟元県知事。いや、ちょっとびっくりですよ、私。私、個人的に今日一番びっくりしたのはそれですね。どうもご清聴ありがとうございます。